休憩前に引き続き会議を始めます。1番、河本晃平君。 市長の許しをいただきましたので、えー、将来を見据えた森山市の ICT 活用について一問一答形式で質問させていただきます、えー、今議会初日の提案理由の説明で宮本市長が ICT 活用に意欲的な発言をされていました森山市の ICT 活用はまだまだ進んでいませんそんな中 ICT 活用による働き方改革や 新しい生活様式の実現に向けて、市長の前向きなお言葉が聞けたことは大変嬉しく思います。しかし、一口に ICT 化といっても簡単ではありません。形だけ ICT を導入して、実際には職員の手間が増える、または市民が使いにくいという結果になってはいけません。できる限りスムーズに、かつ効果的に ICT を導入することが大切です。 そこで今回は森山氏が ICT をスムーズに効果的に導入できるのかという視点に立って一問一答形式にて質問させていただきますはじめに森山氏が現在検討を進めている私有施設の予約 ICT 化についてお聞きします市民ホールや市民球場地区会館などの施設予約がオンライン上で一括して確認申請できれば利用者さんは便利になり 施設職員さんの業務効率も上がると思われます。しかし、実際問題としては、私有施設の予約 ICT 化というのは結構難しい業務だなとも思います。というのも、施設ごとに予約の条件は違いますし、管理者によって、指定管理者によって業務の流れも違います。施設予約の ICT 化のためには、予約条件や業務フローを透明化して、 場合によっては予約条件や業務フローを変更して、その上で統一のシステムを作る必要があります。なかなか大変な作業で不安も感じるところではありますが、利用者さんや施設職員さんにとって本当にいいシステムができるのでしょうか、総合政策部長のお考えをお聞かせください。 総合政策部長はい、次長それでは川本議員ご質問 1点目の私有施設の予約の ICT 化につきましてお答えをいたします。今議会の定例付き会議の冒頭、市長が提案理由で申し上げましたとおり、私有施設の予約がスムーズに行えるよう、ICT による予約システムの検討を進めているところでございます。 議員ご指摘のとおり、施設ごとに予約の条件が異なりますし、施設の管理者によって業務の流れも違いますことから、対象とする全施設を統一した予約システムとすることは大変難しい状況にあるのかなと考えます。利用者にとってより良いシステムになりますように、検討を重ねてまいります以上答弁といたします。 一番川本光平君、はい、ご答弁ありがとうございます 利用者にとってより良いシステムという部分をもう少し具体的にお聞きできればと思いますご答弁の中で対象とする全施設を統一した予約システムとすることは難しい状況にあると言っていただきました、えー、とこれはつまり、まあ、より良いシステムというのは全部は難しいけれどもなるべくたくさんのシステムを統一したいということでそういう理解でよろしいんでしょうか具体的にお聞かせください

それでは、公共施設の予約システムにつきましてでございます。今回の議会の方でも、他の議員様の方からご質問もございましたが、市といたしましては、市が直接管理する施設、また、指定管理が管理をいたします施設、文化施設、スポーツ施設、また、地区会館等ということで、できるだけそうした環境を整えてまいりたいということで、例えば、 市民ホールであり、あの運動公園、またあの図書館。地区外館等々というふうな中で、現在、あのシス。システム化の検討を進めていこうと考えておるところでございます。以上でございます。一番、川本光栄君。ありがとうございます。あの、今検討す。 えしててていいいただいていてでまあその結果なん,かなんとなくシステム作ったけれども使いにくいとか全然統一されてないということになったらあんまりあのせっかく作っても意味がないかなと思いますのであの本当に利用者さんにとってより良いシステムとなるようにしていただけたらなと思いますでまあそのためにまあ中途半端だとよくないということもありますのでまあ予算だとか人でもある程度必要になってくるかと思うんですけれどもちょっとこれ細かい話ですけど予算面についてですねまああのこれ十分な予算を確保 できる見込みがあるかということ、場合によってはですねあの新型コロナの交付金で国からまあ7億円かそれ以上まあ降りてきていますけれども、これ、 新型コロナ関係の交付金は、第一には市民の安全だとか命を守るためにということが一番ですけれども、交付金の目的として、行政分野のデジタル化の遅れをまあぐっとここで前に進めるという部分も含まれて、意図としては含まれているかなと考えています。こういった財源、交付金活用することも含めて、財源の見通しについてどのように考えていらっしゃるかお答えいただけますでしょうか、総合政策部長。 今、まああの、施設、えー、公共施設の予約システム、まあ、あの現在、検討中でございます、あの対象となる施設の,あの状況等によりましてあの、経費とも異なってこようかなと、またあの全体枠があのまとまりましたら、一定、あの議会の方にもご説明申し上げ、えーまあ、かかる経費も含めまして、 えーまあ、説明をさせていただけたらなというふうに考えてございますので、あの現時点で、えー、かかる経費がいくらであるとは持ち合わせておりません、それと合わせまして、えー、今般の,あの新型コロナウイルスの関係で、えー、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金、 の活用とということで、まあ、あの財源といたしましては、えー、確かに有効なものであるのかなということで、えー、現時点で、えー、第1次、2次合わせまして、えー、6億8800万円よということで、えー、内陣をいただいております。で、えー、これまでの,あの市のほうで、あの議会の方にも、えー、ご説明を申し上げ、補正をお願いをさせていただ,きい,ただいております。例えばあのギガス教育のの分野でいうギガスクールの 関係経費、また、えー、リモートワーク、またあの町内の無線化等々、まああの今般の部分も含めましていて、そうしたあの活用も重処も考えていけてまあ考えていきたいなというふうに、えー、考えております。以上でございます。一番川本康平君、はい、ありがとうございます。 あの盛山氏が ICT をスムーズに効果的に導入できるかというのはこういう具体的な話の積み重ねかと思いますのであの私有施設の予約 ICT 化についてあのぜひ、えー、より強く前に進めていただきたいなと思います。で、もう一つちょっと続けて具体的な話をさせていただきます。ロボットによる業務の自動化 RPA についてお聞きします。RPA ロボティクスプロセスオートメーションについては。 12月議会で森重議員からも質問ありまして森山市でも10月から導入が開始されます総合政策部長は12月の議会あの森重議員からの質問に対する答弁で RPA に適している業務の選定は大変重要であるというふうにおっしゃっていましたそこで質問いたします森山市として今年10月からどのような業務で RPA を導入するのか その業務で RPA を導入することが効果的だと判断された理由とともにお聞かせいただけますか総合政策部長。はい議長 それでは、大きな2点目ということで、RPA ・ロボティックス・プロセス・オートメーションの導入につきまして、お答えをいたします。議員あのお述べいただきましたように、昨年12月議会の森重議員から、またあの、今議会では石田議員からご質問を頂戴いたしております。今回、近江自治体クラウド協議会の共同契約によりまして、税務課が所管をいたします、給与所得者移動届出書 の業務また、健やか生活科が所管をいたします、予防接種申込書のデータ入力業務を、本年10月からの取り組み開始に向けまして、現在、準備を進めているところでございます。また、その業務を効果的だと判断した理由につきましては、処理件数が多量にある事務、 そして、一定の期間の届出をまとめて処理可能な事務から効果が認める業務であるとして、組織の大見自治体クラウド協議会におきまして、選定をさせていただいたものでございます。なお、令和元年度に当該業務につきましては、草津市にて、先行にて実施をされておりまして、問題なく事務処理をされているということで確認をいたしております。 以上答弁とといいたしまますす一番川本浩平君、はい、ありがとうございます10月から RPA を、えー、導入することになった2つの業務についてお聞きしました。まあ、これあの、ここで言えないような細かい業務のことも含めて、多分いろいろ検討されたと思うんですけれども、この2つの業務以外で、えー、RPA の業務を 導入を検討された分野なり業務というのはなかったんでしょうか、お答えください総合政策部長。はい、以上、えっと 昨年12月にもいくつか業務ののあの検討をということで挙げさせていただいております職員の給与のそういう,うなあのシステムでありましたりまた介護保険 の認定事務等々、まあ、そうした部分も含めまして、検討を進めさせていただく中で、まあ、あの当該2つの業務ということで、先行をさせていただきました、以上でございます。1番、川本光平君。ありがとうございます。 これちょっと細かい話で全部はお話しいただくこと難しいと思うんですけれどもあの先ほどの質問に戻りまして、えーとまあ、業務 2つの業務で導入された理由のところで、まあ、処理件数が多量にあることと、おまあ、一定期間にまとめて処理可能ということで、えー、お話しいただきましたけれども、今言っていただいたその、えー、職員企業に関してと、あと介護保険に関しての話も、わりとこの2つに該当するような気はするんですけれども、まあ、導入を見送られた理由というのは何かあるんでしょうか、お願いします総合政策部長。はい えそれではあの再度のご質問でございます。えー、っとこのお先に申し上げましたあの税務課の まあ2つの業務で、税務課の休与所得者の移動届け出の業務につきましては、年間約4000件余りの件数があると、また、健やか生活課所管の予防接種の申し込み書につきましては、年間3万件以上を、万件を超える件数があるというふうなことでございます。で、えー、っと質問の方で、介護保険の認定事務等の部分で、まあ、あの私どもの方も検討はさせていただきましたが、当該 業務につきましては、いて、まあ、受付時に、被保険者の番号等と入力をさせていただくというふうな部分の中で、その申請事務の,その初期の事務、業務というふうな部分はあの完結できるというふうな部分で、今回は見,見送ったというふうなことでございます。以上、お答えといたします。1番、川本光栄君。 今の実際の業務の実態に合わせて導入を見送られたということで、えっとまあ、これあの、いろんな意見がありうると思いますけれども、まあ、私は RPA の特性だとか、業務の実態に合わせて、えーまあ、導入をしか。 進めたりだとか、また見送ったりという判断は非常に重要だと考えてますので、まあ、今後もしっかり検討していただいた上で、ICT を何でもかんでも取り入れるというわけではなくてです、ね、十分な検討の上えで導入していただければと思います。 とでは、えー、ここまで具体的なお話を2つさせていただきましたけれども、えー、と次はあ、まあ、森山市が ICT をスムーズに、効果的に導入できるかという視点に立ってです、ねえー、森山市独自の取り組みについてもお聞きさせていただきます。 市町村の業務 ICT 化については、独自の取り組みを進める自治体と、それ以外の自治会に分かれてきています。例えば高島市では、2007年度に郵便業務自動化システムを導入されました従来は10人以上の人手が必要だった業務が、2、3人でしかも約半分の時間で完了するようになっています。 また、草津市では昨年度、まあ、草津市さん、いろいろされてますけれども、昨年度、草津市情報化推進計画を策定されました。行政手続きのデジタル化やオープンデータの推進、ICT 人材の育成、活用など、今後の ICT 化推進のあり方を具体的に示されたものです。 森山市においても、市独自の取り組み、あるいは ICT 化推進の計画策定を検討するべきではないでしょうか、お考えをお聞かせください。総合政策部長。はい委員長 それでは、大きな3点目ということで ICT 化推進計画の策定についてお答えをいたします。国の方では官民データ活用推進基本法 こちらの方は平成28年12月交付施行されておりますが、その規定におきまして、官民データ活用推進計画につきましては、都道府県には策定義務、策定が義務付けられをしておりますが、市町村には努力義務という形でございますので、現時点で森山市の方、策定していくという考えはございません。ただ、今後、国の動向をしっかりと注視し、必要ならば対応をしてまいりたいと考えてございます。 以上お答えといたします。一番川本耕平君、ありがとうございます。と計画策定についてあのお答えいただきました。あ、すみません、もう一つあの市独自の取り組みについてもですね、えっとまあ、こちらあまあ石田議員だとか山崎議員の質問の中でもありましたし、まあ森山市独自というよりかはあの大宮クラウド協議会でのまあ事例をこう引っ張ってきてというふうに。 えー、考えていらっしゃるのかなと思いますが、えー、お聞きさせてもらっていいですかね、C 独自の取り組みについては、どのようにお考えでしょうか。総合政策部長はい以上、えー、再度の のあのご質問ということで、あの市独自の取り組みということでございます。あの道自治体クラウドという,ような部分の組織でもってまあ動いているものということで、まあ一つには今のロボティック RPA の取り組みをと。 それと合わせまして、県の方でうで1つ組織があって、そうした組織の中でも、例えばあの申請事務の,あの電子化であったりとか、またあのビッグデータを活用した対応をというような部分の取り組みも、それと合わせまして、今般、議会の方でもお願いをいたしております、町内の無線化であったり等々というふうな部分では、まあ、あの市独自の部分も含めまして、対応をしていこうというふうな考えでございます。はい、以上でございます。 一番河本浩恵君あの近江自治体クラウドと、あ失礼しました、えっと、そうですね、えっと、独自の取り組みについては、まああの、引き続き推進していただければと思いますが、ちょっと私、あの今のやり取りの中で、えっと、体制の方がちょっと気になったので、そちらの質問をさせていただきます。 えっと、ICT 化を進める体制についてですね、あのまあ、今のご答弁の中にもありましたし、まあ、これまでのやり取りの中でもあったように、ICT をスムーズに効果的に導入するためには、必要な業務が多くあります。先進自治体の事例を調査することや、ICT を導入する業務導入する、どんなシステムを導入するかというのを検討することですね、またその過程で関係各課やあ、まあ、関係者などと協議することも大切になってきます。 でしかしそれらの業務労力というのは ICT をスムーズに効果的に導入できれば、まあ、導入して以降は大幅な業務効率化という形で変っていきます人的資源を投入する価値がある分野ではないかと思いますえ先ほどあの副市長の答弁でですねあの、まあ 新庁舎の整備がチャンスでプロジェクトチームを組んで、えーまあ、やっているということをおっしゃっていましたけれども私そのこれまでの話も踏まえますとですねちょっと県、まあ、任で各部署の人を集めてプロジェクトチームとして、まあ、不定期でやっているだけではちょっと ICT 導入の体制としては弱いのではないかなと感じております。今後の ICT 化推進のために部署間の垣根にとらわれずに ICT 化を専門に行う独立した組織を立ち上げることはできない。 ないものなのでしょうか。総合政策部長。はい、部長。それでは大きな四点目ということで、ICT 化を専門的に行う組織の考え方につきましてお答えをいたします。市の組織につきましては、平成二十九年度に情報政策化を 総務部から総合政策部に移管をいたし,まし,いたしております本市の情報政策の総合的な推進をそちらの方で図ってきておりますまた庁内の推進体制といたしまして平成31年度に ICT と調査検討プロジェクトチームを立ち上げる中小中学校のネットワーク環境の整備また新庁舎設計における ICT の推進など現在も継続して 町内横断的に連携した取り組みを実施している、進めているところでございます。今後、まあ、あの何回となく出ておりますが、国が本年7月に、経済財政運営と改革の基本方針2020、骨太の方針の中で、新たな日常の実現に向け、次世代型行政サービスの強力な推進などが打ち出されておりますので、本市におきましても、 ICT 化を推進する体制強化は必要であるというふうな考えは有しております。以上答弁いたします一番川本光栄君 ありがとうございます。体制強化は必要であるというふうに言っていただきましたので、ぜひお願いしますと、あのこれ、終わりたいところなんですけれども、本当に私、ここの体制の話、めちゃくちゃ大事だと思ってますので、えっと、もう少しだけあのお付き合いいただければと思います。えっと、ごめんなさい。 えっと、所管部署がですね、あの総務部から総合政策部に、あの情報政策課の部が変わったというお話がありました。これ、それまで総務部にあったのはですね、あの、まあ、インフラ関係、あのサーバーとかのインフラ管理の部分が大きいだろうということで、総務部におそらくあったんだと思います。まあ、それを情報政策の総合的な推進をするために総合政策部に移動されたということですけれども、まあ、これ。 それまであったインフラ関係の仕事は当然なくならないわけですから、まあ、体制強化されたのかなというのはちょっと気になるんですけれども、え情報政策課が総務部から総合政策部に移るにあたってえ、体制の強化、人員の強化というのはあったんでしょうか総合政策部,部長。はい 平成29年度から、まあ、あの現在、令和2年度ということで体制、職員の体制自体は変わってございません。情報政策課の職員数といたしましては5人ということで、変わってはおりません。ただあの、まあ、これまであの,の例えばの業務を アウトソーシングをする中で、例えば職員のその負担を軽減する中で、これまでのそうした政策的な課題により深く検討するというふうな部分で、しっかりと取り組んでこられたというふうな部分ではあろうかなというふうに考えてございます。以上、お答えと一番、川本平君ありがとうございます。 まあ、体制は変わってなくてうま,うまいことやりくりされているというか、まあ、あの人数少ない中頑張ってはるということやと思うんですけれども、まあ、あの先ほど申しました通りあり ICT 化導入の壁というのがすごい高いとでそこを超こえられないとせっかくお金と人手をかけても、まあ、意味ないやんかとなってしまってはこれもとも子もありませんので森、まあ、山市やることいっぱいありますけれどもぜひまあ総合政策部長におかれましてはですねもうここの ICT 化の壁を乗り越えることが大事なんやということであの体制強化に向けてあの。 具体的にどんどん進めていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。えっとそれでははいこれで、えー、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。